どうも皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは、リュウです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。さあ今回はですね、忍者出張忍者セットをね、シーステルスアタックにぶち込むというすごい変態構築を組んできましたんでご紹介していきましょう。ですね、新しいパックで登場したその忍者、服部半蔵さん、これが、まあ、結局ブルーアイズの時も言いましたけど、無限の可能性を秘めた非常に強力な出張パーツであると。効果をね、召喚に成功した時に忍法を持ってきて、で超変化の術っていうのが、まあ、これ結局超融合なんで、相手のモンスターを吸いながらのなんか自分だけドラゴンとかなんか恐竜とか下流出すみたいな、まあ、結構やばいカードなんですよね。だからまあこの半蔵と超変化を入れておくことによってドラゴン族とかのデッキに出張できると、まあ、そういう話なんですけども、今日はですね何を出していくかと。じゃあいろいろ強いドラゴンっていうのはいろいろいるんですけども、私はね、発見しました。ブルーアイスホワイトナイツドラゴン、このなんかブルーアイズの亜種みたいなやつがいるんですけど、こいつ結構強いんですよね。このカードを対象とする魔法トラップカードが発動したとき、まあ一応効果発動じゃダメなんで、なんか魔導陣とかの効果に使えないから、あんまりその点は強くないんだけども、一応カードが狡猾とかね、ああいうカードが発動したときにそれを無効にして破壊できますっていう効果、そして、表側の表示の、こいつ以外が、攻撃対象に選択されたときに一応魔法トラップカードを送ると墓地に、攻撃対象をこいつに移し替えるよっていう効果を持っています。で水属性なんですよこいつ。でね、水属性って結局サポートカード一番強いのこれなんですよ。シーステルスアタックってね。で、これを使ってこいつ逃がしてあげると、その超変化にコズミックサイクロンとか打たれてもその紐付けが解かれるんで、ホワイトナイツと超変化との、だから別に大丈夫っていう。だから結構ね、しかもコズミックサイクロン対策で今回そのジルドラスっていう最強のカードに入っていて、この魔晶竜ジェルドラスっていうのは自分の魔法トラップカードが破壊されるかコズミックサイクロンとか除外されるかしたときに、自分も特殊召喚して墓地からでも手札からでもいけるんですけど、特殊召喚してその破壊か除外された魔法トラップカードをもう一回セットしますよっていう効果を持ってるんですよ。だからこいつは結構強いんですよね。やっぱこのコズミックサイクロンというその環境、メタみたいな、魔法トラップカードもメタルみたいな、メタをメタルみたいなね、そういう感じで、他にも水属性って結構たくさんね強いのがいるわけですよ。 まずはやっぱ裏返りですよね。裏返りはめちゃくちゃ強い。対象取らずにバウンスするんでこれで、サイクルリバースモンスターなんで、ね、で何が、やっぱねその水属性でじゃあ一番強いモンスターって何なのかと、今リンクス内においてリミット1にねぶち込まれていますよ。こいつなんですよ。水属性といえばこいつなんですよ。召喚獣コキュートス。なので、今回はアレイスターもぶち込みまして、アレイスター、忍者、ブルーアイス、なんか裏返るとかいうのか意味わからん。意味わからんシナジーをかませました。もうなんか全部入りみたいなデッキを組んでおりました。で、水属性他にも、シーステルスアタックの対象になれる、ドラゴンアイスとかね、この辺のモンスター結構強いっていうのと、そんなとこか。あと、この辺の召喚獣はあんま出さないけどね。まあ、こいつを、出すためだけに一応アレイスターを入ってる、アレイスター入ってるみたいな。まあドラゴンアイスとかは結局1枚は無駄になるんで、こいつフィールド上に1枚しか表側で存在できないっていう効果を持ってるんで、なので、まあ、こいつは積極的になんかこのアレイスターの素材にしていったりとか、まあ、そういう感じで墓地に送っとくみたいなね、まあ、それは結構強いっす。はい、というわけで、早速半蔵から超変化してブルーアイスにして、でシーステしながら呼吸と立てるっていう超絶陰キャデッキやっていきましょう。デュエルスタンバイ。さあお相手の方、ゾウのうんちくん、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。キャラクターの評価の動画見ていただきましたか皆さん。ゾウのうんちくんの評価星2つですからね今のところ私の個人的見解によると、この人は星2つのキャラクターなんで、育てる必要性もないかなっていう風に思っております。いやもう顔イケメン、顔だけはね、キャラクター評価星2だけど、イケメン顔だけは星5なんで、顔だけの男、俺とは大違いだな。俺は顔も実力もねえけど、こいつはま顔だけはあるからな。顔だけはイケメンだから、顔だけは星5っていうね、そういうキャラクターとなっております。
どうでしょうね、あのキャラクター評価、あのキャラクター格付けみたいな、動画需要あんのかな。なんかあれ需要あればね、あの他のキャラクターもちょっとやっていこうかなとは思うんですよね。あれ新キャラクターが出てから出たらやろうと思ってたんですけど、ワンチャンなんかその反響ある程度皆さんのためになってるのであれば全キャラクターやろうかなと思ってますが、アレイスターから行こうか、アレイスターから行こうか、アレイスターから行こうかスーパー害悪モンスターを降臨させよう。いけ召喚マジ殺動、フルト上の召喚師アレイスターおよび手札の、ドラゴンアイスを墓地の振り現れよ、スーパー害悪モンスター召喚獣呼吸トス。そして召喚魔術の効果発動、除外されているアレイスターを手札に回収し、このカードをデッキに戻す。これさ、なんでそんな効果つけちゃったかい、ナンバーワンですよね、このカードの効果。だ召喚魔術アレイスターと召喚魔術の効果ってさ、なんかなんでそんな効果つけちゃったのっていう、あの業界で言うところのナンバーワンじゃないと思うんだけど、俺なんで回収しちゃったの融合の概念おかしいよ、無限ループ入るやんみたいなね。結局こんなことしちゃったら、やめてくださいよ。ロットナビゲートやっと揃っていく、やっとロットナビゲート揃っていく、ただ無限に呼吸とさ辛いはず、無限なる呼吸とその壁対象に取れないっていうモンスターね、やっぱ最強なん で同じ理由で結構ね、デーモンの将来とか結構強いんですよね。シンクロデッキ最近ちょっとお気に入りで芽吹く新境とか使ってるんですけど、だから、ね、デーモンの将来っていうね、最強のカードも結構強いんだよね、あの対象に取れないっていう。シーステルス来た、シーステルス最強すぎてやばい。一回忍者マスター半蔵いきますよ。で、半蔵さん召喚して、で、こいつはもう弾にしよう。弾だ。これは。弾。これに関してはもうほんと、あ、そこで撃っちゃう。なるほど。そこで撃っていく。これは、あの、おとり作戦ってやつですよね。なんか、陽動作戦みたいな感じですね。だから。もう、さっさと、ナビゲート撃てや、みたいな。呼吸トス、だから、ティマイオスとか入ってるとやばいんだよな。ティマイオス入って、てると呼吸として一気にちょっときつくなるんで、だからこあのティマイオスを入れておくべきみたいな話はあるけどね。ドラゴンアイスの効果を逃してる、うるさいな、うるさいな、あのタイミングを逃してるっていう概念ちょっとあの皆さんと一緒に勉強していこうかなと思っているんですが、遊戯王ルール動画みたいなやつを作ろうかなと思ってるんですが、リンクス結構ね簡単なんだよね、ルール動画多分作る の全部処理してくからしてくれるから自分で。で、まあ、とりあえずこれ殴っていいんじゃない、この杖は別にいいや、回収されてもいいや、回収されても別にいい。これなんか無限のさ、この2900の対象取れないなんか効果で破壊されないみたいな、こいつやばいんじゃない普通に。全部ブラックマンじゃんこれ。呼吸トスきついでしょもう、これだいぶつらいだろ。呼吸トス29抜けんだろ。ティマイオスだから、ティマイオス入れなきゃいけないんですよ、ブラックマンシャンは。呼吸トスが抜けないから、まあ入れたところでね、別に引けるかどうかって言われて微妙なんで、まあそれ捨てるっていう話はありますよね。呼吸トス自体を、呼吸トス自体捨てるって話あるけど、ただやっぱ召喚獣から呼吸トス出てこないってことあんまないから、対策は絶対に必要かなと私は思っていますが、ナビゲートの効果で無効にされるのは別にいいや、全く問題はない。それに関してはなんか全く、逆にありがとうまである、逆にありがとうまである、モンキーマジック、ありがとう伝えたくてみたいなやつありましたね、歌。俺この歌結婚式で使ったわ、この歌結婚式で使った。バトルいけー、くたまれー、シーステルスアタック、ほら陰キャすぎ、このモンスターやっぱ陰キャすぎるわ、このモンスター陰キャだよな。これ守備で殴るし効果破壊されねえし効果で対象ならないとかさ、しかも守備2級ってやっぱこいつなんか結構いっちゃってるよね、こいつ結構いっちゃってんだよな、やっぱり。だからね、その呼吸トスとイッシャムがいるから打点2900以下はあの、ね、価値がないんですよ基本的には。やっぱ3000がやっぱ一番強いね、3000っていう打点が一番強いで、ナイフぶん投げられるのは別にいいや、もっと全く問題ない。それに関してはまあカエルをやられるぐらいだったら全然問題ない。ターン終了、よし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 ジズラス OK。 カリーが出す必要性もうないので、とりあえず呼吸トスでひたすらにスーパーインキャビートをして相手をひたすら殴り続けるっていう、これ揃っちゃうとかなり強いですよね。これガチで強くない、呼吸トスシーステルスっていうこのクソインキャ盤面やばい。でしかもあれですかね、コズミックサイクロンされたとしてもジルドラスでカバーするっていう、神の手札になってるんで今。
神のゲームになってるんで。あー、なるほど。で、こうして、バトル。おらー、ダメし、自分ダメしていいっすか。ありがとうございます。対戦ありがとうございました。忍者全然関係ねえ。さあ、お相手の方、城之内克也君、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。イケメンだなこいつ本当に。っていうか、まあ、ハンドのそこそこかな。なんだろう、城之内、なんか城之内なんかね、スキル掘ってっから、みんな多分なんかデッキ読めなすぎっていう。今一番なんなら強いまであるキャラクター的にはデッキが読めなすぎて。あれ言ったんですか。オッケー。マジなんかブラックマジシャンは飛んでくるわ、レッドアイズは飛んでくるわ、なんだあの知らぬいは飛んでくるわ。で、城之内のデッキ内容わかんなすぎて、先行のムーブ意味わからんっていうね。逆に今の環境、城之内一番強い説があるわ。相手のデッキわかんねえから。で、AD ね、OK。AD なんだ、先に。あとでもいい気がするけどな、AD は。AD って底なしケアで入ってんじゃないの、俺。普通に考えてさ、インサイト、これ、次のターンだってさ、装備するの AD チェンジャーじゃない、これ。大丈夫なんかな、ガーディアの力とかがあるとか、そういう話？セット、はあ。セット、はあ。なるほど。AD って結構ね、底なしカナディア対策なんでね、先行だったら別にギアフルとか落としちゃえばいいんじゃないかなって思うんですけどね。で、セット、ジルドラスはいいか。単終了。さあ来い、城之内。お前のモンスターを、コズミックサイクロン、やるな。コズミックサイクロンやるな。ジルドラス、別にいいや。使わなくても。もう一枚あるから、シーステルスは。海がね、除外されたら、ジルドラス使いますけど。あ、海じゃなければ別に。で、まあ、それつけていく。それつけていく。まあ、ただ、レッドアイズスラッシュドラゴンのガンメタカードが今セットしてあるんで、レッドアイズスラッシュドラゴン、スーパーガンメタカードが今セットしてあるんで、多分なんとかなると思います。あ、AD 使っちゃうそれもしかして。これ AD 使ってさ、AD 使ってなんか、AD 使って強引にもう一回インサイトからのフュージョンみたいなパターンあるよ、これ。あるか、でも全然あるか。やばい、強制発動だ。で、裏返る効果発動。あのセットカードなんだろうな、あのセットカードが何だったら負ける。レッドアイズ、これでもこれぶち込むじゃん。で、戻すじゃん。で、こ効果で、インサイトかフュージョンか持ってくるよ多分ね。フュージョンされても特殊召喚はできないから、いや多分生き残ると思うこのターンは。さすがになんか頑張りしなければ。インサイトからの、なんか、負ける筋あるかな、ないよな、これ。フュージョン。まあ、フュージョン打ったら特殊召喚できないんで。多分大丈夫だと思います。だからあれ、ずっと光ってる。なんだろう、あれ。何かな、あれかな、あの、リターンかな、あのセット。あの伏せカード。リターンでも別に死なないから、別に多分なんとかなると思うんですけど。スラッシュドラゴンね。オッケー。AD チェンジャー、きつかったんじゃない、これでも。裏返る強いわー。裏返り強いわ、本当に。裏返る系。遊戯王裏返るリンクスだわ、今。遊戯王裏返るリンクス。ひたすらにこの選んでバウンスってめちゃくちゃ強い。やっぱね、もう、デュエルリンクスのね、インフレがだいぶ進んでまして、もう選んで時代なんで、今完全に。もう対象を取ってる場合じゃないっていうね。対象を取ってる、場合ではないっていう、そういう環境にね、突入しております。何を言ってるか分かんない方は、対象に取る取らないの、遊戯王ルール動画見てください、私の。セット、いやーでもこれあれか、言うてあれか、リターンだったら負けんのか。リターンだったら、あ、負けねえか、別に。負けるか、戻されて、あ、でも負けるわ。負けないリターンでも負けないわ。蘇生してなんか殴ってない方を戻せばいいから。ガーディアンの力は全く問題はない。さあ来い、殴って来い、絶望を与えてやろう、お前に。2体目の裏返る、裏返れ、せいやー、はっ、てい。あー、ダメステ系か。ダメステ系ね。ダメージステップ系のカードですね。なんだろうな、まあ、めくるとか入んないと思うんで。あー、ギアフレイド入ってっから。で、戻れほら。戻れほら。ダイナマイトとかですかね、もしかしたら。あの、鎖付きダイナマイトとか。で、スラッシュか。あ、
ギガフリード、あー、鎖付きダイナマイトなんじゃないかな、これ。鎖付きダイナマイト説あるの、これ。鎖付きダイナマイト説。で、半蔵 NS していこう。半蔵召喚、半蔵さんの効果発動。で、忍者的な何かをサーチしていくよ。忍者的な、忍法的な何かをサーチしていくが、やっぱそうだ。鎖付きダイナマイト強い。鎖付きダイナマイトは強い。魔法トラップ破壊される。破壊される。で、モンスターも破壊される。ジルドラスってタイミング逃さないよな。まさかの。で、まあいいよ。で、ギアフリードは装備カードが装備された場合、相手の魔法トラップをその装備カードを破壊することによって破壊して、で、鎖付きダイナマイトは効果で破壊された場合に、相手のカードを1枚破壊しますよと。いう効果を持っているんですけれども、ここで、行ってこい、ジルドラス。行け、ドラス。行け、ドラス。はっ。で、カードを1枚セット。除外されているシーステルスをセット。見ます。で、カードを1枚セット。バトル。でゃあよし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 。いいぞ。あとはちょっと多分、忍者来てくれ。忍者来い。忍者来い。半蔵。半蔵来い。半蔵かアレイサー。半蔵かアレイサーやから5枚やるから、12分の5。12分の5は何パーセントだ。40% ぐらいか。結構いけるぞ。ニュー12分の5。12分の5等分の花嫁。あー、いらない。絶望的にいらない。絶望的にいらない。バトル。ジルトラス水属性だったら最強だったんだけどな。ジルトラス水属性だったら最強だったんですけどね。ちょっとね、闇属性っていう残念な属性してるんで、もう DNA 移植手術かなんかで、ね、属性変えるとかそういうことしないとなれないんですけど、ちょっとマジで頼む。ちょ、忍者がアレイサ来て、お願いお願いします。あ、来た。うわー、クソインキャモンスターを降臨させるぞ。行くぞ。行け。召喚師アレイスターを召喚し、召喚師アレイスターの効果発動。召喚魔術を手札に持ってきて、そしてそのまま召喚魔術の効果を発動。俺はスーパーガイ、おーおう。さあ、お相手の方ハゲですね。よろしくお願いします。デュエル3倍罠戦術の使い手。あ、なんかこれあれですよね、これも多分魔法の使い手と同じような感じで、なんかそのトラップカードなんかあれでしょ、引きたいカードなんか。あ、出た、来た、ゼクスだ出ました。飛ぶ18金、飛ぶ18金来た。で、生える18金を裏側で即召喚していく。え、これ声援あんの、声援ある、声援ある。うわー、強え。絶対声援あるやん。きっちーよ。忍者マスター半蔵召喚、半蔵効果発動。半蔵パイセンの効果によって一応まあ持ってくるけど、なんか忍法的な何かを、忍法的な何かを持っていく。底なし落とし穴、底なし落とし穴。超変化の術、底なし落とし穴されていく。普通に辛い、それは普通に辛いが、まあこうして、こうするしかない。私はちょっと声援をやめて、声援をやめよう。うわー、ちょっと強すぎやんねこれ、強すぎやんですよねこのカード。本当にこのカードやってることおかしくない、やっぱりこれこのカードやってることおかしいだろ、どうなってんだよ。ワンバウンス、ツードロー、一体特殊ってさ、ちょ、まあ、ちょっと日本語で OK みたいな感じじゃない、日本語で OK みたいな感じじゃないこれ。本当なんか何言ってんのみたいな、インチキ効果も大概に仕上がれってやつですよねこれ。ふざけんなよ。ワームキング強すぎ、やべ。なんか除去されるこれ、もしかして除去られていく、除去られていく、これ、これ2体いるね。で、ワームヤガンの効果、じゃあまあ発動しない。で、キング効果リリースして、シーステルス、あ、でもワンチャン、これ知らないまであるな。これジルドラス、ジルドラスで、ジルドラス趣味で出して耐久だ、趣味だな、趣味で出して耐久だ。で、カードセットしていこう。で、シンステルスをセットしていく、セットしていく。ちょっとワームもう一回やめて、あこの歩く18系強すぎだろ、この歩く18系強すぎ、ふざけんなよ。ダブル専用隕石、これ規制だ、規制が待ったらしい。